メグスの襲撃は、アメリカ独立戦争の1777年5月24日、ニューヨーク州ロングアイランドの東端に近い、サッグハーバーで起きた戦闘である。コネチカットのリターンジョナサン・メグス大佐が指揮する大陸軍部隊が物資挑発を行っていたロイヤリスト部隊を襲撃した。ロイヤリスト部隊は6名が戦死し、90名が捕虜になったが、大陸軍に損失はなかった。 この襲撃は4月下旬にコネチカットのダンベリーをイギリス軍が襲いリジフィールドの戦いでアメリカ軍が反撃したことに反応して行われた。遠征隊はサミュエル・ホールデン・パーソンズ准将がコネチカットのニューヘイブンで編成し5月23日にギルフォードからロングアイランド湾を渡った。ロングアイランドのノースフォークはクジラ船を引きずって越え、 翌朝サグハーバーを襲撃してイギリス軍の船や物資を破壊した。前年1776年にイギリス軍によってニューヨーク市とロングアイランドが陥落していたが、その後ではニューヨーク州で初めて大陸軍が勝利を挙げた戦闘になった。アメリカ独立戦争の2年目、1776年はイギリス軍がある程度成果を挙げた年になった。3月に ボストン氏を放棄させられた後、ニューヨーク氏に対して作戦行動を起こし、ニュージャージーまでを占領した。しかし、年末から年明けにかけて起きたトレントンの戦いとプリンストンの戦いで、ジョージ・ワシントンがイギリス軍を吸収したことで、イギリス軍はニュージャージーを保持できなくなった。1777年初期の冬の間、イギリス軍はニューヨーク氏とロングアイランドの守りを固めた。 一方大陸軍はニューヨークの南にあるニュージャージーの都市周辺とコネチカット南西部を固めた。1777年春、イギリス軍北たアメリカ総司令官のウィリアム・ハウチューはニューヨーク市に近い大陸軍や地元民兵隊の補給所に対して襲撃隊を派遣した。3月にはニューヨーク州ピークスキルに対する襲撃を成功させ、 コネチカットのダンベリーにある補給所を襲撃するため、より大掛かりな遠征隊を編成することになった。この遠征隊は、元ニューヨーク植民地総督ウィリアム・トライアンが指揮し、4月26日にコネチカットのフェアフィールドに上陸して、ダンベリーに向かい、守備よく食料や物資を破壊できた。植民地側では、コネチカットの民兵隊が動員され、 船に戻るイギリス軍との間に2日間にわたって小競り合いが繰り返された。中でも4月27日に起きたリジフィールドの戦いは激戦だった。コネチカット守備隊を率いるサミュエル・ホールデン・パーソンズ巡将は報復行動を起こすことにした。イギリス軍の物資調発隊がロングアイランドのサッグハーバーに上陸したという知らせが届き報復の機会が訪れた。 1776年に起きたロングアイランドの戦い以後、サッグハーバーはイギリス軍が占領しており、ミーティングハウスヒルには土盛りの砦と柵で強固な防御陣地を構築していた。サッグハーバーはロングアイランド湾東部を偵察公開し、ガーディナーズ湾を停泊地とするイギリス海軍に物資を供給するために都合の良い場所にあった。 物資長発隊は12門の大砲を搭載する1隻のスクーナーに護衛された12隻の小艇で構成され、その商艇には、総計約40名の乗組員が乗っていた。当時のサックハーバーには、スティーブン・デランシー中佐の指揮するロイヤリスト大隊から70名が駐屯していた。物資長発隊の指揮は、ジェームズ・レーモンド大尉が務めていた。 1794の地図、襲撃ルートを記載、中央小さな矢印の先が、サックハーバーパーソンズは遠征隊の指揮を、リターンジョナサン・メグス大佐に任せた。パーソンズが、ジョージ・ワシントン将軍に送った報告書によれば、数個連隊から総勢234名を、ニューヘイブンに集結させ、13隻のクジラ船で5月21日に、ギルフォードに移動した。強風で、 海が荒れ、二日間は海を渡れなかった。五月二日午後にギルフォードを出発した。海を渡るときは武装スループ二隻と非武装スループ一隻が護衛に着いた。午後六時頃、サウスオールド近くに到着したとき、海を渡れたのは170名だけだった。メグスは、その地域のイギリス軍の大半がニューヨーク市に向かうよう命令を受けた後であり、サッグハーバーには、 少数のロイヤリスト部隊が残されているだけであることを知った。メグスは、タイの兵士に11隻のクジラ船を陸路搬送させて半島になっているノースフォークを越え、その船で130名の兵士と共に湾を渡ってサッグハーバーに向かった。真夜中までには湾を渡り、サッグハーバーからは約4マイルの地点で上陸した。メグスは、部隊に隊列を組ませて行軍し、 午前2時頃にサッグハーバーに到着した。メグスは部隊を2つに分けた。1体は砦を吸収し、1体は港に向かってイギリス軍の船と集めてある物資を破壊させることにした。砦への攻撃は銃剣を装着し、静寂の中で行われ、銃弾1発のみが発射されたとされている。イギリス軍の船を焼いた時に、 イギリス軍スクーナーから攻撃隊に対する砲撃が開始されたが、このスクーナーが捕獲や破壊されたかは資料に明らかでない。12隻の船が破壊され、襲撃隊は取り出で53名、桟橋で27名を捕虜にした。この時襲撃隊に損失は出なかった。捕虜はコネチカットまで連行された。ロングアイランドのロイヤリストはこの襲撃に対して、 独自の反応を行った。1779年5月、9人のロイヤリストが湾を渡り、自宅にいたコネチカット民兵隊の将軍ゴールド、セレックシリマンを捕虜にし、ロングアイランドまで連れ帰った。コネチカットの愛国者民兵も1779年11月に、ロングアイランドで、ハン一人を捕獲し、七百八十年五月にシリマン将軍と交換した。 パーソンズは1777年8月にもロングアイランド湾を渡るもう一つの遠征隊を組織した。この部隊はロイヤリストの前進基地である瀬戸沖島を攻撃したが不成功に終わった。メグス大佐はこの襲撃の成功で第二次大陸会議から優雅な剣を授与された。1902年5月23日、この戦いの場所に襲撃を記念する石碑が置かれた。 ありがとうございます。